撮れるが分かった今失敗した。要は線路いい感じだったのに背景山根。何を言ってんの？知らねえ。何を言ってんの？知らねえ。あ、岸田に怒ってんじゃんほら。ドック勢もつくかもしれないし。だから多分あれで見るんでしょうね。そういうのかせられたら。でもそれやったらさ、何が大変ってさ。左出るやつとかもそこで取られるんでしょう。ぐるぐる回ったり距離車検の時にこうやって距離見られるから。トラックのうんちゃんとか大変じゃん。これはどうぞ。トラックなんてもう最悪だよ。でそれも取るってことでしょ。そういうことだよ。ヤマトとか最悪だよ。ヤマトとかヤマトさんとか会社宅急便の会社さ、下手したらリストラ増えてる。それ赤坊さんとか最悪だよ。もしそれが本当に実現しちゃったらさ、これちょっと怖いから止まっとこう。いないけど、いないよ。あ、来てるよ、左から。ここやろ。よいしょ、キュッキュッキュッ、よいしょ。もしそうなったら、宅配の人たちもそれ取られるってなったらさ、まあ、送料が上がるか、送料上がるか、または下手すと人件費減らすしかなくなるからリストラ増える可能性あるよね、うん、で、なんかもう配達時間とかもすげえ短くなったりするんじゃない。夜の部なくすとかさ、うん、出た、噂をしたら赤もきたよ。ほんと岸田余計なことしかしねえな、すげえな。やべえよ、負の才能すぎてやべえよ。つまんねえな。ただでさ、今のさ、車の新車なんて高くてさ、若者買えないってやんな、3、だって軽でさえ300万すんだぜ。びっくりしたよ、と思って。軽ってさ、やっぱ素材が素材ってあれだから安いってイメージあるからさ、うん、まあなんかね、金ない人でも軽だったらもうなんとか持てるって世代、世代じゃねえ、時代だったのにさ、今軽すら持ってないし、下手したらバイクすらも持てないじゃん。チャリ乗れってなどうかな、どうかなって思っちゃうけど、面白くないな。面白くないっていうか、岸田やばいよ。戻ってほしい政治家。まあ、自分らは心の上の距離だからそんなビビたるもんだと思うけど、これをその遠くから結構さ、こういうの好きで来る人もいっぱいいるじゃん。だからこれ特にかわいそうなのは車通勤してる人だよ。まあそうなるね。めっちゃかかるぜ。それ毎日だからね。うちらは確かにこういうさ、土曜日とか土日のみだからまだいいけど、うん、プライベートで行ってるぐらい、うん、本当だよ。毎日使う人にとっては最低じゃん、うん、じゃあタクシーも値上がるってことになるわけだ。そういうことになるよ、ね、せっかく安く頑張ってるタクシー会社多いのにね、税金上がっちゃう。それで金を潤わせようと思ってんだったら大間違いで、あいつだから政治家半分以上さ減らせよ。どうせ寝てるだけで無駄な100万もらってって思っちゃうよね。いやー、ああ、安倍さんに戻ってきてほしいって思っちゃうよな。でももういない人だし悲しい。車はちょっとますます売れなくなるよ。売れない車、俺ね、確実に売れなくなる。車会社どっか潰れんじゃねえの、下手したら。三菱とかになったのが最初にそれになったら潰れるってのもあるだろうし、大手はまだなんとかギリ頑張れなくもないけど、じゃあもう日本で売るのは諦めて海外進出とか言ってんの。まあ、昔からそうだけど、うん、で、より一層そっちになってもっと日本のそういうのうまく回らなくなってさ、ゴミみたいなさ、俺届くの本当に人にしちゃった。日本離れ増えるだろうな、冗談だけど。これがだから若者とか若い今の世代の子は免許証は取る、免許はとりあえず取っとこうで取れるけどさ、なんとかね。車持てねえよな、こんなんじゃ。ガソリンだけ、維持費だけ。まあ、
沢するなって言われてるような感じがして、このドライブすらもう贅沢ってことになっちゃうわけじゃん。なんかつまんない世の中だったなって感じがするけど、ね、世の中っていうか全部岸田が悪いと思ってもらうね。あの人も一回やめた方がいいと思う。いやちょっとそろそろ暴動起きてあれすんじゃん、ずり下ろされんじゃん。誰かが密告してさ、なんか悪事暴露されてさ、その大ニュースになってさ、辞任するみたいになるじゃん。そういう未来見えてんだけど、そういう裏切りだけは政治家早いじゃん。ちょっと言って、まあ、次誰が総理を向いてるかって言われたら、まあ、難しい話なんだけどね。いなくね。誰がなっても、まあ、そうなさはするかもしれないけど、ただ今のやつの増税は本当に増えると思うよ。このままだと下手すとタクシー 業界も下手すと倒産する会社増えるパターンもあるし、こういう何だろう、それで飯食ってるからどうしようすればいい。怖い考えるこの辺みかんなんだな、埼玉は。だからそもそも、まあ、美味しそうだよね、この辺。自然結構車いるね。どっから来たんだ。ただなぁ、本当に。そっか。なんか、悪いことしかやろうとしない。テロリストだ。